アラサー女性エステリラックサロンの個人事業のをしています。この事業は世界の、IA I、AI 化が進んでも残ると言われていますが、どう思いますかいいえ。えっ、ー、と、その、多分 AI 化というか、あの、ある程度その機械が何とかしちゃう増えちゃうと思うんですよね。あの、マッサージをする、なんかあの、マッサージチェアみたいなのって売ってるじゃないですか。で、多分、あの、もうちょっと頑張ると、下手なマッサージやる人より、マッサージチェアの方が、 気持ちいいマッサージをするよねっていう機会が時間の問題出てくると思うんですよね。まその今のマッサージじゃってそのえっ、ー、とソフトウェアを使ってなくて機械の構造でなんとかしちゃってるんですよね。でもそうじゃなくてあのこの体重の人でこう押した時にこういう反応が返ってくるって要はその気持ちいいとって人ってこういう反応が来るよねとかっていうその人間の反動までちゃんとセンサーで掴み取ってるマッサージやってまだ僕聞いたことないですよ。 なので結果としてこの体重この身長の人だったらこう押せばいいんだろうみたいなのをまあなんとなくやってるだけなんですけどそうじゃなくて人それぞれにちゃんと合わせて力も加えるとかでこういう筋肉ついてるタイプの人はここを押すといいとかであのここは硬いから押してみたらでもこの人の反応的にはこう押さない方がいいとかみたいなのをちゃんとソフトウェアを使ってやるっていうのは多分時間の問題でマッサージチェアみたいなのできると思うんですよね。でその後それがじゃあマッサージ業界に来てってなるのでなんでそのでよほどのうまい人であれば全然いいと思うんですけどそうじゃないところはだから結構バタバタ潰れてくっていうのは時間の 問題なんじゃないかなと思いますけども。あと、あのそもそも、うん、あのそのまあ、あの肉体労働をする人ほど割とマッサージに行く必要が出てくるんですけど、肉体労働自体が少なくなると思うんですよね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。